バベル裁判所。植松聖、刃物を使った殺人事件では最大人数を殺人した凶悪犯である。2016年4月26日、神奈川県相模原市にある知的障害者福祉施設津久井やまゆり園を襲撃、入所者19人を殺害、入所者職員26人に重軽傷を負わせたのだ。障害者は死ぬべき、そんな歪んだ価値観を抱いた異常者の犯行として事件は連日大々的に報道された。しかし私は一人の異常者の犯行として片付けてはいけないと考えている。植松の過去や優生思想的な考え方、そして障害者を取り巻く環境を正しく理解しなければ、同じような惨劇が再び起きてしまうのではないだろうか。そんな思いで私は植松に接触するため彼に手紙を出したのだ。するとなんと植松から返事が届いたのだ。独特な文字をしていたが、その内容は常識的で礼儀正しいものだった。動画を作るために植松のリサーチを行っていた私には、やはりただの異常者には思えなかった。より植松を知りたい、そう思い改めて植松へ手紙を出したのだが、返事が来ることはなかった。しかしサーチを進めていく中で、とある人物の存在を知り、そしてなんとバベル裁判所に参加してくれることとなった。ノンフィクションライターの片岡健志、さまざまな凶悪事件の取材を独自に行っている人物である。殺人犯50人、うち死刑囚は20人と面会や手紙のやり取りを重ねてきたジャーナリストだ。片岡氏はかつて植松とも手紙のやり取りや面会を繰り返し行い、植松からは片岡先生と呼ばれるほど信頼を得ていたという。植松死刑囚に実際に面会室で向かい合ってみて、まず印象が全く報道と異なるんですね。高笑いして警察の車両で連行されながら、ふざけたようなイメージだったんですけれども、金髪だった髪も黒くなってて、出てくるなり腰を直角に90度ぐらいに折って、こういうところわざわざありがとうございますと、すごく柔らかい感じで挨拶してきたんですね。すごく礼儀正しい、実際の話でもすごく真面目に、言ってることはとんでもないこと言うんですけれども、意思疎通の取れない障害者は安楽死させるべきだと。ただそれをすごく大真面目に語ると、この人は本心で自分がやったことが正しいと思ってるんだなっていうのを感じました。すごく発想はずれてるんですけれども、世間の常識から。しかし非常に真面目に語るので、頭がおかしいという感じはしないですね。差別主義者かもしれないですけれども、障害者のことを差別してるっていう印象はないですね。あくまでも意思の疎通の取れない重篤な障害者を安楽死させることが世の中のためになるんだと。そういう重篤な障害者に向けられてるマンパワーですとか、食料ですとか、そういったものを世界の貧しい人に送ってあげる方がいいんだと。それが正しいとは言えないですけれども、彼としては差別という感じではないんですよね、多分。片岡氏が凶悪犯に面会取材を申し込む方法はこの通りである。まずは事前に取材依頼の手紙を書く。連絡せずに面会に訪れても応じてもらえる可能性は低い。何より凶悪犯といえども礼儀を書いてはいけないと考えているからである。手紙を出す際には必ず返信用の切手や郵便書簡を同封している。返事が届き、面会してもいいとあれば会いに行くが、当然断られることもある。断られる場合も返事をくれたことに対してのお礼の手紙を出すそうだ。それによって相手の気持ちが変わることもあるのだ。片岡氏が植松と初めて面会したのは事件から1年後の2017年10月。報道で見たのと違う容体をしている植松に片岡氏は意外性を感じた。おお、逮捕された時と印象が違いますね。あの時に肌が焼けていたのは前日に川に行っていたからです。今はあまり日に当たりませんので。パトカーに乗せられてもニヤニヤと笑う報道での姿や犯行内容からは想像もつかない。一見まともに真面目そうな様子を植松は見せた。植松の犯行といえば、この人は喋れますか？喋れないなら死ね！障害者は生きてる価値がないんだよ！スタッフの少ない深夜に施設へ侵入。言葉が通じるか通じないかで線引きし、入所者を次々に殺害したのだ。犯行を終えた植松は警察に出頭、逮捕された。その直前、Twitter、現 X にこのような投稿をしている。ビューティフルジャパン、世界が平和になりますように。それだけではなく、事件のおよそ半年前には衆議院議員公邸に犯行予告なような手紙も送っていた。メディアは植松を歪んだ差別意識の持ち主で身勝手な主張をしていると報道した。しかし片岡氏は必ずしもそうではないと考えていた。遠いところありがとうございます、よろしくお願いします。実際面会した植松は物腰の柔らかい普通の若者にしか見えなかった。だがその発言は実に過激だった。意思の疎通を取れない方々は安楽死させるべきです。彼らは人に迷惑をかけ、物資やマンパワーを社会から奪っています。しかし家族が悲しむとは思いませんか？気持ちはわかりますが、それが人類のためなのです。片岡氏は植松が自分は正義だと信じて疑わない様子だったと感じた。あなたの主張に賛同するわけではありません。しかしあなたの主張を正確に理解し、ありのまま世に伝えたいと思います。賛同できなくて当然です、よろしくお願いします。こうして2人の交流が始まった。数日後、片岡氏のもとに植松から手紙が届いた。私が殺したのは神失者です、人間ではありません。言葉遣いは丁寧だが内容は強烈だな。神失者とは植松が考えた造語であり、意思の疎通が取れない障害者を指していた。手紙の内容からは自身の容姿に対するコンプレックスがあるかのような様子もうかがえた。手紙のやり取りだけでなく何度も面会に訪れた。あんな犯行をすれば死刑になる、それは覚悟していましたか？死刑は怖くないのですか？死刑というより死は怖いですよね。でも私は自分の命を犠牲にしてでもやらないといけなかったんです。しかし自首して捕まってしまった以上、もう自分の手では実行できませんよね。自分ではできなくても主張することはできます。そのために取材を受けたんです。つまり逮捕されるのも、その犯行や主張が報道されるのも植松の計画だったのだ。実際世間にはその考えを支持するような声も上がっていた。植松は大義に準ずるつもりで強行に及んだのだ。ある意味私も植松の主張の宣伝に利用されているわけか。どうしてそこまでの考えを持つようになったのですか？しかもかつて働いていた場所で。いい職場でした。いいお金がもらえるわけじゃないですけど、仕事は楽しかったです。すっとんきょうな子供の進出者を見ると笑わせてもくれます。ダメだぞ、転んだら危ないぞ。仕事が楽なのも良かったです。でもそんなある日、風呂で発作を起こして溺れていた利用者がいたんです。しっかりするんだ、誰か手を貸してくれ。危ないところでしたがなんとか助けられました。大事には至りませんでしたので安心してください。駆けつけた保護者に事の経緯を説明したその時でした。もう帰っていいでしょうか。保護者からはお礼もなく、余計なことをしやがってという雰囲気を感じました。口では言わないですが、家族としては神失者はいない方がいいに決まってます。その経験から安楽死させるべきという思想にたどり着いたんですね。交流を重ねる中で、事件とは関係ない部分でも植松の得意性を感じることがあった。美味しいご飯、気持ちいいセックス、うまい大麻、幸せの定義は難しいですが、これらが揃えば人間は争う必要がありません。2つでもかければ人の不幸を喜ぶようになると語っていた。実際事件前に精神科に入院させられた際には尿から大麻の陽性反応が出ていた。学生の頃は脱法ハーブを使っていました。でも猛毒でバカになると分かったので大麻を吸うようになりました。大麻の何がいいんですか？脳を壊すハーブや薬と違って大麻は考えることを楽しむ薬草なんです。大麻を知らずに死ぬことは童貞のまま死ぬほどもったいないことです。あの過激な思想の形成には大麻の影響もあったのかもしれない。植松は美にも強いこだわりを持っていた。取材を受けたメディアには自作の絵を送るなど美的センスをアピールするかのような行動があったのだ。手紙にも美は人生最大の欲求で、美を求めることは正義とも綴られていた。片岡先生は太った女性は好きですか？はいえ、私はそういった思考はないですね。デブを好きな人見たことないんですよね。片岡氏は植松について障害者よりも容姿の美しくない人間への差別意識が強いのではないかと考えた。しかし世の中にはデブ戦と言われる方も存在しますが、それは違います。誰もが美男美女との結婚を望んでいるが、身の丈を考え好みと言い訳しているんですと自身の美的感覚が普遍的なものであるかのように語っていたのが印象的だったという。脂肪のせいで邪悪になっちゃってますが、あの人の遺伝子は美しいと思うんですよ。独特な人間観ですね。太っていても力のある人間なら内面を美しいと感じるということなのだろうか。そして手紙にもにじみ出ていたが、自身の容姿には強いコンプレックスを抱いていた様子だった。自分の遺伝子は優れていないので子孫を残したい意欲はありません。自分の命なんて大した価値はありませんから。それを隠すかのように背中には入れ墨、そして整形手術で目を二重にし鼻も高くしていた。自己評価がかなり低いのが印象的だったという。植松は決して他者のことばかりを悪く言っているわけではない。そう確信した片岡氏は確信をつく質問をした。病気などで自分や自分の大切な人が植松さんの言う神失者になった場合はどうですか。死は誰でも怖いですから、それは望みますという問題ではなく、人間としての義務であると考えております。親しい人がそうなれば悲しいですが、受け入れなければなりません。植松は決して身勝手な人間ではなく、自分なりの正義を命がけで貫こうとしているのだと片岡氏は考えている。2020年3月、裁判で死刑判決を受け、弁護士が控訴したものの、植松自身が取り下げ、死刑が確定。しかし、2022年4月に再審請求を行った。そして今年4月、裁判所が棄却、不服として即時抗告している。思想に賛同はできない。その気持ちは変わらないが、片岡氏は植松を最後まで見届けたいと考えている。今回、バベル裁判所が植松との接触を試みて分かったのは、報道されている凶悪犯の姿は一面でしかないということだ。たとえ理解しがたい犯行であっても、それを理解しようとすることは今後の社会に必ず役に立つはずである。未だ植松の事件については解明しきれていないところがあるが、これからもバベル裁判所は植松の真の姿に迫っていく。今回の動画は片岡氏の著書「衛星監獄面会記」重大殺人犯7人と1人のリアルを参考に作られています。また片岡氏は書籍だけでなく、ノートや YouTube でも発信を行っています。リンクは概要欄。